5月6日金曜日、阪急電車宝塚線庄内駅に向かっています。今日行く公園には動物の遊具がたくさんあります。その遊具たちがすごく固まって設置されているので、動物の集会デモをしているように見えるのです。どんな動物たちに会えるのでしょうか。楽しみです。庄内です。出口は右側です。庄内駅から北東に歩いて約5分。道路を挟んで北側にパナソニックの施設があります。敷地は30メーター四方ぐらいですが、中は割とこじんまりとした感じでした。矢印のところは墓場があって、動画の最後に出てきます。大阪府豊中市野田公園です。入り口の階段がなんか遊具っぽくていいですね。ここの下り階段も工夫すれば遊びに使えそうやね。おお、いっぱいおるやん。ここ砂場みたいです。この辺全部が大きな砂場になっているんですね。亀。タコ。カバ。
アシカ。カエル。なぜか一匹だけ他の動物のタヌキさん。複合遊具です。ちょっと登ってみましょう。ブランコ。休憩の遊具。コアラのロッキング遊具。こっちはパンダのロッキング遊具です。公園の中央に2本のケヤキがあって、これがいい感じの木陰になっている。水道です。排水溝ゴミだらけやん。掃除しときました。最近気温が上がってメタボには厳しい季節。公園の水だけが頼りです。公園の入り口を入って左側、こんな風な通り道になっている。どこに通じているのか